はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回の、はい、こちら見ていきましょう。またねちょっと可愛いの登場しましたね。今回はですねこちらですね、全5種類ね一気に出ましたけども、はい、ドリームトミカの今回はスペシャルになります。ディズニートミカパレードスイーツフロートシリーズね、こちら今回ね5種類ね一気にね見ていこうかなと思います。でまあご覧の通りね、もうラインナップはね、はい、このようになっておりまして、左からミッキーマウスにエプーさんですね。でバズライトイヤーに、これがサリーです。で一番右端がラプンツェルといったね形のね、まあとてもね可愛いねラインナップになってるんで、さあそれでは楽しんでいきましょう。じゃあまずはミッキーマウスからいきましょうかね。さあでは参りましょう。で今回ねディズニートミカパレードシリーズということで、まあこれまでねディズニーパレードシリーズといえばまあこんな感じでね、まあフィギュアがついてたりとかね、そういったね車両がねまあ多かったんですけども、今回はまああのスイーツフロートシリーズということで、まあ形は多分全部統一されてるんだと思うんですけども、まあこんな感じでね、なんかねスイーツをイメージした、まあそんな感じのねシリーズになっているとね。でまあもちろん今回こうちょっとパレードということで連結パーツがついてるんで、今回の5種類はまあ問題なくね連結ねすることはできると思うんですけども、まあ一応ね多分大丈夫だと思いますが、このねまあこれまでに発売されたねシリーズもね連結できるかね、その辺とかもちょっと見ていこうかなと思います。さあではとりあえず行きましょうか。でこれ箱がね結構ね今回ね特殊な箱形になっておりまして、真四角なね箱になっておりますね。結構なんかあの可愛らしい箱ですね。でただ大きさ結構あると思うんですよ、そこそこあると思うんですけど、厚みがね多分ねすごいと思うんですよ、奥行きというかね。ではとりあえずね、ほんとどれぐらいの大きさになってるのか、ではではちょっとね確かめていきましょう。まあ、大きさというか、まあ、デザインもそうなんですよね。ではまずはミッキーマウスからいってみたいと思います。ははは、こんな形ね。あでも思ってたよりそんなになんかドーンとしてる感じでもないですね。もうちょっとで、ね、ドカーンという感じイメージしてたんですけど、まあでもねなかなか写真で見るよりなんか可愛らしくて面白いですね。ではちょっとねまずねミッキーマウスです。はい、くるっとねこんな感じになっておりますね。結構ダイキャストの割合が多いのか、そこそこの重量感あります。うん、結構ねしっかりしたね重さになってて、でもうねもう名前の通り本当ミッキーですよミッキーそのまんまですね。はい、このようにミッキーのこちらがね進行方向多分ね左側になると思うんですけど、進行方向に向かって、左側ですね、左側がねこのようにね顔になってますね。でまあ全体も本当ミッキーですね。この辺とかもね服のデザインになってますし、でここにはミッキーってね文字もね書かれてます。で顔はもちろんミッキーで、形もねそうですよね。で後ろ側に連結パーツ、こんな感じでね黄色い連結パーツがついてます。で反対側はね、まあ、特に何もないですね。ほんとミッキーを後ろから見たような、ね、形になってます。でこちらにも連結パーツがねついてまして、で上から見てみると、はいこうなって、でそこの部分はと、はいこんな感じですね。車輪が3輪ついてるんで、あこれねこちら側が1輪で、やっぱりねこちら側が前になってるみたいですね。でもなかなか面白いですねということで、まずこちらミッキーマウスでした。じゃあちょっとどんどん行きましょう。続いてプーさん、プーさんも行きたいと思いますね。こちらもねまあ形はもうミッキーと同じだと思うんですよね。まあただそんな感じさせないような、うん、しっかりしたねものになってるんじゃないかなと思いますが、またこれも可愛いですね。はい、こんな感じのねプーさん登場しました。くるっとこんな感じです。まあシルエット的なところで言うと、さっきのミッキーと本当ね同じようなね形になってくるんですが、もうしっかりとプーさんになっておりますね。顔はもちろんプーさんで、耳の部分は、黄色のねこのクリアパーツになってて、おそらくなんか蜂蜜かなんかをイメージしてるんだと思うんですけど、結構なんか可愛い感じのねデザインになってますね。これ蜂ですかね、ここね、なんか面白いデザインですね。でここにはプーと書かれてまして、で服の部分もね赤色の成形色ですが、くるっとねこんな感じになっております。後ろはもうほんと後ろ姿という感じですね。で上から見ると、はいこうなってて、そこの部分はと、はいこんな感じで、これもねミッキーと同じように3人になってます。でこのシリーズねパレードなので連結してね、はいこのようにねパレードを楽しむことができると、いいですね。あさっきのね忘れた、これつなげれるか、ちょっとここで試しておきましょう。よいしょ。だからこれまでのシリーズとつなげるとかなりすごいパレードになるんですけど全部つなげればどうなるかな、ちょっとやってみようかなとね。はい、こんな感じでちょっとつないでみましょう。はい、もう高さとかももちろんねこうバッチリなんで、しっかりとこのミッキーのね機関車を先頭にねパレードを楽しむことができる形となってます。おー可愛いですね素敵ですね。ということでね、2つ目プーさんでした。じゃあどんどん行きます。
続いてバズライトイヤーです。トイストーリーよりバズライトイヤーやってまいりました。では早速ね、開けていきましょう。これはなんか全体クリアなのかな。あ、でも耳だけかな。どうなんでしょうね。ではでは行きましょう。あ、耳だけ、そう、耳だけクリアパーツになってます。ただバズライトイヤーに関してはこれ耳って言って表現合ってるかわからないですけど、はい、このようになってまして、まあ、ここバズの服ですね。こんな感じで、でここの部分はかなりねクリアの、まあ、ちょっと水色っぽいカラーのパーツになってるんですが、中にねラメ成分が入っててね、キラキラしてて結構可愛いですね。はい、こんな感じで、あ、そうか、宇宙を多分イメージしてますね、これね、キラキラがね。なるほどなるほどね。でこちらにはバズの名前が書いてて、こちらにはあの星のイラストが書かれてますね。本当宇宙ですね。で、はい、このようになってますね。くるっとこんな感じ。連結パーツは紫色になってますね。で、はい、こちら後ろ側も服のねイラストがねこのように書かれてます。で、もう本当あのバズライトイヤー感はね、過去顔こそ書かれてないんですけども、しっかりとこう伝わってくるような、ね、形になってます。いいですね。こちらね、なんか顔のパーツとか出たら面白いんですけどね。はい。ということで3つ目バズライトイヤー、よし、じゃあつなげておきましょう。おで4つ目サリー、いきましょう。モンスターズインクよりサリー、なんだったっけ。フルネーム忘れました。もうマイクバズオスキーしか出てこない。サリーなんやったっけ。ちょっと字幕入れときます。サリーなんとかでしょ。ね。よし。じゃあ行きましょう。ああ、これもなかなか可愛いですね。なんかツムツム感がありますね。うん。よく見たら全部ツムツムかな。あんまりツムツム詳しくないんでね、あれなんですけど。ツムツム感すごい。で、はい、顔の部分は、はい、こうなってまして、ね、こちらもね、サリーね、これ耳のパーツになってるんですが、はい、ここのこう、ちょっとこう、角の部分って言っていいんですか。で、ここがこう、イラストになってますね。で、名前が書かれてて、顔はもちろんね、サリーです。はい、こんな感じで、ちょっとこう、牙もね、出てる感じですね。いいですね。可愛いですね。で、連結部分はこちらの、ね、紫のね、パーツになってます。で、はい、後ろから見てもね、まあ、サリーとね、しっかりと分かるような、ね、デザインになってますね。可愛いですね。で、上から見てみると、はい、こうなってて、そこの部分はと、はい、こんな感じです。ね、サリーね、いいですね。じゃあちょっとつなげましょう。はい、つながりました。いいね、素晴らしいパレード。ね、で、ラスト、ね、早いですね。5つ目、ラプンツェルいきましょう。ラプンツェルも、これも言ったら服装ですよね。服になっているんですが、またこれも可愛らしいね、感じになっているんですが、耳の部分が透明かと思ってたら黄色でした。はい、こんな感じのね、デザインになってますね。イエローのクリアパーツに、中はね、ラメが入ってますね。まあ、キラキラしてて、こう、プリンセスというか、まあ、お姫様らしいね。そんな感じのね、こう、輝きを放ってますね。こことかね。可愛いデザインになってます。で、名前が書かれてて、まあ、ここ服装ですね。はい、このような感じ。とてもね、可愛いデザインになってます。で、連結パーツはピンクのね、クリアーパーツで、後ろ側は黄色一色ですね。はい、このようになっております。で、上から見てみると、こうなってまして、そこの部分はと、はい、こんな感じです。これももちろん可愛いとしか言いようがないんですけど、ね、ラプンツェル素敵でした。で、こちらね、すべて連結してみると、はい、今回のパレード、こんな感じになります。ね、素敵なパレードがね、楽しめるね、ラインナップになっておりました。派手よ。まあ、今回、ね、こうディズニーフロートシリーズということで、まあ、形こそ全て同じなんですけど、まあ、それぞれの、ね、キャラクターがねしっかりね分かるね形のデザインのね車両たちとなっておりましたね。ほんと可愛らしいねパレードを楽しむことができます。でちょっとねこれまでのシリーズのやつね、せっかくなんで後ろにババーともう整列させましょう。はい、こんな感じになりました。またね、今回ね、これまでとね、ちょっと違ったね、雰囲気をね、出してると思うんですけども、今回も本当可愛かったですね。素敵なね、ものになってると思いますんで、まあ、5つね、繋ぐとね、もちろんまあ可愛いんですけども、1つでもね、十分ね、可愛くね、ちょっと飾ったりで楽しむことができると思いますんで、もしね、気になった方、ディズニーファンの方とかはね、ぜひぜひ1台ね、ちょっとね、手にしてみてください。いや、まあ、ほんとね、可愛いシリーズですね。まあ、今後ね、このパレードシリーズどんなね、展開していくかちょっとわからない、予測はつかないんですけども、またね、このシリーズ登場したらね、ちょっとね、購入してね、楽しんでみたいと思いますんで、その時はね、またね、ぜひね、よろしくお願いいたします。まあ、ということで、はい、今回はこの辺りに終了したいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のね、チャンネル登録やコメント評価、どうもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。あと、Twitter やね、インスタもやってますんで、そちらのフォローの方もね、ぜひよろしくお願いします。では、今回はね、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、この動画でぜひお会いしましょう。では、ごきげんよう。さよなら。バイバイ。